気がついて、それで思いついてセブンイレブンの時に会ったの、彼に。はいはい、これ会ったらね、裏回ったの、ね、みんな会社してる。ヒロもだからね、仕事やりながらいっぱい取れちゃう。ただね、勉強不足で数なんとかってしてでしょ。えらい。実は私知らなかったの。まあ人気アップこれは。どうだよ景気は。あまりようございませんね。まあ、景気ってのはさ、まあ、いい時もあれば悪い時もあるな。飽きずにやんねえな、飽きれってぐらいだから。ありがとう。まあちゃんとやんないな。は？まあちゃんとやんないな。商人だろ。まあちゃんと。そこだね。あ、お前さんとこのさ、あのさ、なんだよ。まとに矢が当たってるじゃないか。なんていうの？うちあの、アタリアと申します。アタリアか。元気いいじゃないかな。俺これがポンって行くんだよ。ああ、そうね、当たりって最先いいじゃないかな。商売面倒見るじゃないか、当たりってくれ。ああ、いいよな。そうかそうか。ええー、商店じゃないんだよ。うめえじゃないか、お前。ずいぶん俺おめえ、これおめえやるためにはもう柳家小さんの DVD を参加してる。DVD だよ。いやー、そばさんさ、え、もうさっきね、ちょっとまずいの食ったから、ここで勘弁してくんないかな。ありがとうよね。ね、いくらだよ。16万とか。そうかそうか。じゃあ、細かしかないから、ちょっと手出していいか。いうみよいつうならや、お孫さんいくつで、で9つでと11、12、13で、これをね、見ていた我々同様脳天気な男、あの野郎ベラベラしゃべりやがって嫌な男のしゃべりとぐらいな江戸区のスライムじゃないか、なんだって、アンドに矢が当たって大当たりとはね、これはどうだったと、ひふみよいつうならや、お孫さんいくつで9つで、9つでと、あれ一番ごまかしちゃったな、あれよ。そりゃ気がつかねえじゃない。しょうがねえやろだな。俺もやったら、よっしゃいい。で、まあ、その日はね、ごまかしないから、翌日までね。ああ、俺も明日の夜やってやるじゃねえかな、夜来ないかな。ネクストイブニング来ないかな。来ないな、来ないな。まあ、翌日ね、早くなって、ね、ちょっと、おお、来たぞ、おトライナイトタイムだ。おいろいろ来たぞ。白鵬か、夜来たぞ、来たぞ。ああ、来た来た。夜な来た。早く出かけましてね。そばーそばーさん、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 さくら、これ買っていいじゃねえか。あ、どうも気がつきませんね。なんだこれ食べてんだよ。何ができんだよね、鼻向けで失敗する熱くしてもらうじゃないかね、寒いよね。いや、体調は高いですけどね。あ、ごめん、寒かったら昨日なんて、ごめん、間違った。